カッターか。ひどいな、これな。いや、これか、バンドソー。重たいやん、バンドソー。新しいバンドソーです。重たいな。そうですね、バッテリーちょっとまだつけてないんですけど。台はついてへんのか。台は、標準ではついてないですね。そうだ、はい、別売ではあるんですけど。そうか、それは結局でかい方なんやな。どうぞ。大学か。売約済みですもん。嘘、関口さん売約済みです。びっくりしたわ今。絶対買わしみたいな。あ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。あ、思ったより箱ごついな。あ、ついてますよ。箱どこあるの。あそこでエレベーターに乗ってる。エレベーターのノズルみたいって。あ、ノズルがみたい。だいぶ長いの。思った。え、すごいね。中い。これあるよ。普通のが出へんからな、マルチツールの40とか。鉄砲もええよ。もう鉄砲俺に進めなんといてくれ。コンプレッサーの下りで申し訳ない。え？いやほら、あのあれで A のは A やんで。だからプロアタッカーなんか、はい、もう何年どうだ、8年は使えるんで。あれはね、一回もめげへん。あれはいいです。あんま壊れない。最近なんか何て言ったかな、1枚でどれぐらい使うんですか。何件分ぐらい。いや、結局2件かな。いや、家の大きさにも読んで。あ、うん、確かね、3件以上買う言ってたと思うんですけどね。あ、そうなの。サイリングさんが、うん、3件これがいいから、こればっかり買う人いますよ。そうなの、うん、まとめて10枚、15枚買う人いる。ごつやん、サイリング専門やな。専門ですよね。そこまでよう買わんけど。普通のボード買ったはないの。ボードギー何か。鉄鋼ボード。うん、ボードも125が多いんですか。そうやで。だって囚人丸の子に165ってないだろ。165はね、100か125ですね。そうだ、うん、手持ちのだから充電の囚人の100だから、これの165の囚人があったらな、俺的にはいるけどな。165もいるんですか。で結局なんかみんなあれでヒットのだ、ボードとかヒットの今は。あの連動して、はい、俺まだあの逆勝手の方使いよるから、はい、あっちの充電出えへん。逆勝手の充電、あれ逆勝手出てこんすよね。出てけへん。あのセット出てけへん。あのセット出てけへんねん。なんでしょ。あのセット待ちしとんねん、こっち。これがもう全部ここの穴開いとんねん。なんであんなってんすか。知らんがな。知らんがな。あのパリパリになって、はい、島に穴開いて剥がれてきよんねん。で多分今バッテリー3つ4つはそれやな。あ、そうですか。うん、今んとこちょっとその対処法がないので、ちょっと今回言うときます。返しシールないな。返しシールってないんですよ。これだから穴開いてくんね、パリパリになって。でそれをなんとかしてほしいんです。はい。でそこから水入ってええのみたいな。まあ水が入っても大丈夫。あ、そうなん、うん、あのこれ宙に浮かせてるんですよ、中の電池。ああ、そういうことか。うん、別に穴開いとっても、うん、穴開いとってもまあまあ、そうなん。全部剥がれてきょんだよ。もうそれ言うたらこんな隙間とかやっぱ入りますか。入んだ。あ、そうか。全然大丈夫。いや、もうこの穴がすごい気になって。この終わります。どれか別の日には渡していきます。え、あ、そういうことな。はい、え、大外券持って行ってもええんだ。大外券持って行ってもええんだ。明日胸上げやったから。はい。もしお時間あれば今帰ってる時に、うん、直します。うん。まあね、もう出られる、行かれるでしょ。あ、出るよ。出る、もう出てきてくれるでしょ。うん、これ持って行ってください。今すぐ直すんで。
抑えて直すけど、うん、1時間ぐらい待ってもらうのか。あ、1時間ぐらい、うん、1時間1時間か。直してテストせなあかんかった。あ、はいはい、直してそうそう、2テストに持ってきちゃったらそれでいい、多分問題はないと思うんですよ。とりあえずテストして、あ、まあまあいいんじゃない。月に月曜日で、月曜日ちょうど雨やさかい、掘り込んでくれたら。あ、分かりました。できへんだ。あ、だから言うたら金魚鉢にええよ言うて。ほんま。これあれだ。庭で風呂入るのいいんじゃない。露天風呂なの。これでかいんだ。でかい。これでかいで。これよりが大きいんちゃう。大人入りますよ。いや、まあだからそれの大きいやつで金魚が踊るの。これな。それでも。で、水抜きもある。そうよ。あ、プールになんのか。これプール寄り行こうで子供入ってたら爆笑やでな。限定か。これね、これはなんで、うん、あれかっていうと、安くしろよ、これ。マルチツールなの。これマルチツールです。結構ちゃうやんな。これ何なん。これはあの、ね、スターロックなの。スターロック。ちょっと歯今日忘れてきてしまう。何待て、ちょっと待てよ。これなんだけどね、これでこれね、共通じゃないの。共通ですよ。どこと共通になってるの。もう全部いけんの。大体共通。あ、そう。もう これでね、これでワンタッチで交換できるんで、これで、うん、うん、これで外れるんですよ。うん、歯が。あ、じゃあ、棒抜かんでもええってことか。そうです。棒がないってことか。棒ないです。で、このここボタン押したらこうパカッと開くんで、うん、これで保持できるんで。棒押したら？うん、ここで歯がないってお前。どうしよう。歯ない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 。電池は電池は電池は。電池は電池は共用なんで。おお。歯ない。まあ一応回転数はここで。おお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 お。音が。まああれついてへんからやな。歯ついてへんから。これも取り付けが楽、取り外して取り付けが楽、ワンタッチ。それは言えるで。みんな今日しか出ないですよ。うん。で、お助け用の。縦一本？あ、横360度？横360度ですよね。うん。縦は？縦一本出るの？縦一本。上は出えへんのか？上は出えへん。どこまで出てるの？ああ、でも360度とか。だけどこれまあ、リフォームとかね、こういうんで、まあな、ちょこちょこ出てますね。まあ、安いっていうのもある。安いよ、安いわ。まあ、でマルチツール、歯も出たから言って、歯ないって言うんですよ。あ、歯売られへんのあれ。え？マルチの歯。で、売りますよ。今日サンプル、箱ごとポン持ってきたら全部抜け取って。どなもそういうところも可愛いっていうことで許してあげてもらっていいですか。どんな調子なんそれ。そんな、そんな調子で OK な。温かい目で見ていただいたら、まあ不当ピッチのね、あでこの差があって金額もこれぐらい差があって、コンパネ金でどっちがいいと思う。5番。私も聞きたい。充電こうかな。3枚だ。これ3枚買うってことは、3枚買うってことはこれ諦めなあかんと思うんだよ。いや、まあどっちもいいかな。どっちも行っていただいて。どっちも行っていい。3枚組で1万円とこちらで。3枚か。あんたこれ値段2万2000円かかる。あれ？1000円高いの。足らない。3枚か。まあまあこれもええけどな。じゃあまああれが
3万2800円。ちっちゃいよな。軽い。めちゃめちゃ軽いで。軽いな。これは、これは出すだけ？吸えんの？あとね。ここにあの、うん、吸い込むアタッチメントある。ああ、別にあんねん。つけてここにつけたら。ああ、吸えんねん。吸えて、まあ、いけんねん。はい。単純なやつなんで、これが強度。これで調整できんねや。はい、2回いっぱい引いたら連続で、うん、それであとゆっくりちょっと弱く。すごいな。まあ単純なやつ。単純やけど使い勝手はこっちの方が絶対さ。おおおおお。危ない危ない。軽い、めちゃめちゃ軽いし。単機能にしてるんで。これは売れるやつやん、ね、まあまあよう出てますね。なあ、みんなも持っとんで、はいはい、早いわ、うんうん、でも楽やね。ちょっとあの軽いわ、うん、めっちゃ軽いやん。いいらしいです。めっちゃめちゃ軽い。これとかこれめっちゃ軽いで、あのやっぱ大丈夫じゃないから、うん、こういうと比べたら使い勝手いいからね。そうそうそう、軽さはすごいよな、ね。